やっぱ大阪といったらたこ焼きじゃろう。うん、これが塩、醤油、ソース、ごま油と塩。めっちゃ美味しい。美味しそう。ネギを最高最高、これマジで最高。うん、最後ラスト1本。いただきます。大将、となんかなりますか？サービスを。じゃあはい、始まりました。本日はこちら、東通り商店街に来ております。ここは大阪なんですけども、カメラを回してくれてるのはお友達の、前ね、真中風っていうラジオがあのスピーチウェブで出たと思うんですけど、その時に出てくれた美穂が今日カメラを回してくれてます。お願いします。ありがとう。ということで今日はあの私がいつも大阪に来たら絶対に行く梅田のたこ焼き、めちゃめちゃ美味しいたこ焼き屋さんを、紹介していきたいと思います。今日は梅田です。であのコロナウイルスの、まあ、影響か、ここの商店街いつもは人がすごい多くて、今日金曜日やし、もっと人がこの時間で6時前追ってもいいと思うんやけど、全然歩いてません。はい、ということでたこ焼き炭治郎です。じゃじゃ、こちらがたこ焼き炭治郎の大将です。今日もたこ焼きを焼いてます。見て、ここのたこ焼きは結構なんかトロトロなんよ、出来たてが。それがめっちゃ美味しくて毎回食べるんだけど、たこ焼き炭治郎のメニュー紹介を、あのたこ焼き炭治郎のスタッフ、岡山から来た時はスタッフになるカナが紹介していきたいと思います。5個で400円で、8個で550円、12個800円となってるんですけども、これ味付けがめっちゃあるんよ。そう、これこのままもあるし、ソース、泥ソース、辛口で、ごま油&塩、これがまた美味しいな。美味しそう。で、醤油、この醤油、私おすすめで、塩もおすすめ。ポン酢、私食べたことないかも。ないよな、こんなに人って。ポン酢、食べたことないわ。あとは、だし汁、あったかいのと冷たいのとあって、まあ、あとは飲み物とかもあります。今はあのそこのおつゆ2、3個っていうお汁に入っているやつとタコせんもありますっていう感じで、メニューはこんな感じです。私は毎回来たらここで2時間ぐらいめちゃくちゃ喋って帰るんですけどね。大将、お店のおすすめの味は何ですか？おすすめの味はごま油と塩。ごま油と塩。これなんか塩ってやっぱりなんかハマるよな。あの素材の味が引き立つよな。とりあえずごま油と塩、醤油、塩、それソース。ソース。またポン酢をいかないと。食べれるかな？店員さんなのに。おつゆに3個も欲しいもんな。もうなんならタコせんも食べたいよね。おつゆに3個。おつゆに3個美味しいんよ。後で食べよう。後で食べよう。これが明石焼きを焼く銅板なの。そもそもが？そもそも。それでタコ焼きを焼いてるわけ。なんでタコ焼きを焼くやつじゃないのでタコ焼きを焼いてるの？うまいから。あ、そうなん。火の通り方が違う。え、じゃあ他にも銅板でたこ焼きを焼いてる店はあるの？ああ、そういうのは結構トロトロ系はそういうことなので、パリパリ系が鉄で焼いてる。鉄板で焼いてた。
やっぱ大阪といったらたこ焼きじゃろ。うん、はーい、見てきました。どれ、これが塩、醤油、ソース、ごま油と塩。美味しそうですね。の4種類を今回は頼みましたので、こちら食べていきたいと思います。じゃあまずは、塩からいきたいと思います。まあちょっとこう中を見てみて、ほら、こっちを待って、分かる？トロトロなんよ。トロ、美味しそう。いい匂いするごまの。うまっ。うまい。この塩はほんまうまい。めっちゃ美味しい。これですかね。これごま油と塩。美穂が食べたいって言っとった。まあ、ごま油と塩。はい、大将おすすめのごま油と塩を食べたいと思います。いいと思います。もうとろりはいいですか、とろりのくだりは。それも中身はとろりなんよ。とろり、全部とろり。ほら、熱々。うわー、めっちゃ美味しそう。ネギを最高最高、これマジで最高。いただきます。手大丈夫ですかみたいな感じになってるけど、いろんな意味での熱い。どう、トロトロ。ごま油と塩に関してのごま油と塩は感じはめっちゃ、ごま油の香りが鼻に広がるから、鼻に広がる。おいしい、鼻に広がる。おいしい。タコ、タコ、大きいタコが中にも、タコが入ってる。タコ焼きやからな。タコ焼きですから先輩。中にタコが入ってる。当たり前ですよ。おいしい、おいしい、ほんとマジでうまい。では、じゃあラストはソースで、ソース鉄板のね、そう、銅で焼いたやつ。そうそう、いただきます。はい、かつお節が踊っている。おお、いいね。どう、おいしいよな。おいしいよな、これ。やろ？でもソースが一番、あの他のお店との、ね、違いが分かるかも。ああ。食べ慣れてる味だから。ああ、確かに。え、ソース秘伝のソースなんですか？ソースは秘伝のソースなんですか？秘伝です。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 あのなんかしっかり濃いんだけど、あ、美味しい、ね、うん。濃いんだけど美味しい。今よく食べて、どれが一番美味しかった？醤油やろ。醤油やろ。いろんな、でもごま油も好き、捨てがたいよな。うん、美味しい、めちゃめちゃ美味しいんです、ここは。めっちゃ美味しい。最後ラスト1個いただきます。いいですね。うん、ということで、たこ焼き全部完食しましたので、次はおつゆ2、3個とたこせんを食べたいと思います。はい、おつゆ2、3個です。はい、おつゆ2、3個がやってきました。で、これの食べ方は、食べ方は、うん、たこ焼きを少しずつ割って、少しずつ食べます。わ、すげえ。まあ、こんな感じ、わ、すげえ。まあ、出てきた。こんな感じで割ったやつを少しずつ食べる。なるほど。じゃあ大将、たこせんもください。たこせん、でも今日全部食べるわ、うち。全然いきましょう。じゃあおつゆ2、3個は、これはなんかあの冬には絶対に寒いし、外だし、いいね。わ、あく、おいしい。なんかクルーがおいしい。いや、おいしそう。あったまりそう。なんか懐かしいおつゆの味がします。では、続きを。
続きを割ったのを食べた。そう、割って中で割って、中で割ってほぐされたのを、そう、ほぐされたのをちょっとずつ食べる。ちなみに手不詳中です。挟んだんです。挟んじゃったんだよね。そう、泣いた痛くて久しぶりに。おいしい。おいしいよ。おいしい。あったまる。あったまるよな。おいしい。大将がタコ船を作ってくださっております。あ、いいな。綺麗。ありがとうございます。暑いんで気をつけてください。はい、ありがとうございます。来た、タコ船すごい、おいしそう。てってるーてってるー。嬉しそうな笑顔でございます。やったー。この辺をまずペリってペリペリ、こういう感じ。いいね、ちょっとスナック菓子みたいな。全然刺さらんけど。なるほど、食べにくい。食べる技術が必要ですか、うん、これ難しいな。これはちょっとプロにならないといけないですね。そうだな、ちょっとこれからタコ船のプロになっていくから、うん、まあ、来年ぐらいにはうまく食べれるようになると思うよ。そうね、常連さんとしてな、食べ方をレクチャーする側に行かなきゃいけないからね。全然タコ食べるから難しそうやな。確かに、いや、タコ船食べにくいよ。行きます。タコ、うん、でも美味しいよな。うん、あ、どう、あ、今いいんじゃん、上手に食べれたくない、うん、あ、め、上手上手上手、プロプロ、いきなりプロ。どう、うん、おいしい。なんかね、たこ焼きのカリカリ、外のカリカリとたこせんのカリカリに挟まった中のトロトロが、そういうな、やっぱトロトロやな。トロトロが、ここ言いたいな、トロトロやな、引き立つ、やっぱり。でも食べ方を気をつけなきゃ、タコだ、たこ焼きだけ先に全部食べちゃうから。そう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 、口ベクルでいい感じに押さえながら、な、服に落ちたりせんようにな。そうそう。え、あ、なんでうまくない、上手。なんで私そんな食べれんかったんじゃろ。おいしい。おいしいよな、うん、食べるやつやつグルメ。これをから完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。大将、なんかこれ私岡山でやってるスピチューブのやつなんだけど、まあ、岡山の人が、まあ、見る率高いんやけど、まあ、全国で見れるから、もしこの YouTube を見てもらって、まあ、かなちゃんのこうたこ焼き誕生を着てるの見ましたって言ったら、なんかちょっとなんかなりますか、サービスを。じゃあ八個入りを500円で。ええー、優しい。パフパフ。で、一緒に注文してもらったらお茶もコーラも50円出てきます。おお、大サービス。はい、はい、ということで、あのサービスもしていただけるということなので、よかったらあのこちらのたこ焼き炭治郎に遊びに来ていただけたらなと思います。この看板が無印となっております。東通り商店街の中にありますので、よかったら皆さん遊びに来てください。ということで、ありがとうございました。大将、また来ます私、うん、ありがとうございます。はい、チャンネルかい。そう、2日目もやってきてます。こうちゃんです。こんにちは。昨日なんかこの銅、うん、銅と鉄の焼くやつの違いを教えてもらったんよ。え、今頃？え、そう。教えてもらった。そう。教えてもらってたよ。
フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。